筑波大学にいる落合陽一先生っていう人がいるんですけど、あの人筑波大学准教授まで行ったんですけど辞めたんですよ。筑波大学准教授を辞めて寄付講座っていう形で自分の金で筑波大学の講座を買ったんですよ。で、自分の金で講座を買って自分の金で授業をやってるんですよ。で、要は落合陽一さんって人が優秀すぎるせいで、ピクシーテクノロジーとかだったり、割といろんな会社があって大学以外の収益があるので、そこの収益で大学に対して寄付をすることで、大学で好きな授業をやっていい。で、生徒も好きに入れていいよと。っていう形で自由な立場を買い取るっていうのを自分でやったんですよ。で、すげえ特殊な人なんで、あの人ほんと早く死ぬと思いますよ。10年前の落合陽一っていう写真を見たんですよ。20代後半ぐらいの落合陽一さんは割となんかちょっとぷっくりしてて健康的なんですけど、今めっちゃ目にクマがあって細くなってて、あの人ほんと何とかしないと死ぬと思うんで、ちゃんと落合陽一さんをみんな助けてあげてください。